R は L と似ているのではなくて、実はと似ているんです。 Hi guys, welcome back to my channel. This is Haru. 今日は L と R の違いについてお話をするんですが、多分これまで皆さんが見てきた本とか動画とか先生に習ったコツなどとはちょっと違う視点でお話をしていきます。海外で保育士をしながらネイティブの 2,3 歳児と接している時に気づいたことをもとに皆さんへアドバイスをします。まず皆さん L と R は全く違う音であるっていうことはご存知かと思うんですが、この2つが似ているっていう固定概念が強すぎて舌の形を意識したりとか、そしてその結果こもった音になってたりとかしませんか？まず L の音は簡単です。日本語のラリルレロにすごく似ているんですが、イメージとしては音の始めをちょっと強調します。すぐにラって言うんじゃなくてルっていうと L の発音になります。ちょっと言ってみましょう。ラララララ。はい、これで L の発音が完成です。では今度は肝心の R に行きましょう。 R は L と似ているのではなくて、実は W と似ているんです。なぜそう思ったかというと、ネイティブの 2,3 歳児はかなりの確率で R のことを W と言うんです。例えばウサギ Rabbit のことを Wabbitと言ったり、赤い red のことを wed と言うんです。ということは R と W は似ているけれど、 W の方が R よりも言いやすいっていうことですよね。 w ってなっちゃうってことは、これなんでだろうって思いますよね。多分口の形が似ているからだと思うんです。どんな口の形かというと、うって皆さん言ってみてください。う、そしたらこのうの口の形のままうわって言ってみてください。うわうわ、はい、もう皆さん W の発音はこれでマスターできました。わわですね。じゃあ W から始まる単語を言うのでリピートしてみてください。 went would wonderful。 できましたか？この動画でもお話ししましたが、 W の音はうではなくてわでしたね。ではここから W を R にするトレーニングをしていきましょう。 W の場合は唇を使って音を出してました。なのでウォウォってもう一度言ってみると、多分唇に力が入っている状態だと思います。ウォウォ、ここから力を抜いて、でも口の形は同じままウウウって言ってみてください。唇が使えないのでウォっていう音は出なくなるはずです。ウウウ、これが R の発音です。なんか小さいあーみたいなうーみたいな音が聞こえてきませんか？うう、まだ出てこないっていう場合は多分舌が邪魔している可能性があるので、舌を口のどこにもつけない、浮かせた状態で、でも唇はうーってしたままうう、っていう風にやってみてください。うー、はい、では単語を読んでみましょう。うー、 rabbit。うー、 red。 難しいですよね。うーに近い絶妙なところ、この喉からこの辺までを使って出しているような感覚なので、ちっちゃい子たちがうーって言っちゃうのもすごくわかります。はい、ではもうちょっとやってみましょう。うー、 ribbon。 うー、 rectangle。 うー、 readはい、どうですか？自分ではできてるかどうか怪しいという方は、スマホの Google マイクとか Siri の方に言葉を吹きかけてみてください。ここでもう一つおすすめなのが、スマホの中に入っているノートアプリです。ノートアプリでもメールでも何でもいいんですけど、文字入力の代わりにマイクを使った音声入力ができるものであれば何でも大丈夫です。私は Android なのでこちらのノートアプリを使います。1単語よりも文章で話した方が聞き取ってもらいやすいので、こんな文章を言っていきましょう。 I read a book. I saw a rabbit. はい、早く言おうとすると R の音っていうのはすごく出づらいです。なぜかというと、うーっていう風に口をすぼめる時間が必要なので。はい、ではもうちょっとやってみます。 I drew a rectangle. Red carsI like red cars. L
の音はラララでしたよね。なので I like と言った後に口をすぼめて red cars となります。もう一度言ってみましょう。 I like red cars。 どうしても R が L になってしまうっていう方はもう U で大丈夫です。先ほどもお話しした通り R は W に近い音なので、例えば Red のことを Red っていうよりかは Red って言った方が確実にネイティブからすると聞きやすいです。 Red car、 Red car。 慣れてきたら唇の力を抜いて Red car と言えるようになってきます。なので例えば図書館っていう単語 Library、 これも言いづらいですよね。ですが Library にするよりは Library っていう風に多少 U になってたとしても Library の方が通じやすいです。他の単語も見ていきましょう。信頼できる Reliable、 Reliable。 この単語も R と L があるんですが、最初は U って口をして Reliable。 今度は単語っていう単語です。 vocabulary なんですが、最初に L が来て後ろに R が来るので vocabulary となります。 vocabulary は最初の O のところも気をつけると言いやすいです。 vocabulary ではなくて vocabulary となります。 O っていう発音ですね。あとは日本人の方がすごい苦手な everyone という単語なんですが、 every と言った後に one と付け加えます。 everyone、 早く言おうとして everyone って言うと聞き取りづらいので everyone っていう風にもう話して言うぐらいの勢いで everyone と言うといいと思います。はい、これが私なりの R の言い方レクチャーでした。 W が入ることによって L と R っていうよりかは R と W を似せるといいなっていうところに気づいていただけたら嬉しいです。私は普段のリスニングでも L と R が聞き取りづらいよりかは R と W で苦戦することが多いです。一つエピソードをお話しすると、私はテニスコーチをしていて 2,3 歳の子たちに教える機会があるんですけど、ある時飛び入り参加の子が来たんですね。なので名前がわからなかったのでお父さんに聞きました。 What's his name?そしたらお父さんが Wiley って言ったんですね。私には Wiley と聞こえました。なのでレッスン中ずっと Good job Wiley っていう風に叫んでたんですけど、45分間ずっと叫んでました。そしたらその後レッスンが終わってリストを確認してたら、なんと W じゃなくて R だったんです。なので Rileyと言わなきゃいけないのにずっと Wiley って言っていました。お父さんもコートの中にいたのに何も言わなかったので、私が Wiley って言ってるのも R に聞こえてたのかもしれないです。こんな風に R と W を間違えて聞き取ってしまうことってこれまで結構ありました。日本人の方にとって R を出すためのコツとしてはこれだけではないと思うんですが、これを意識するだけでややこしい L とはおさらばできます。ということで今回はこのトピックをシェアしました。最後に練習問題を出すので、よかったらトライしてみてください。 Wentworth というレストランに行きました。 I went to a restaurant called Wentworth。 4回口を縦にしないといけないですね。 I went to a restaurant called Wentworth。 できましたか？この Wentworth っていうのは人の名前とかストリートの名前とかレストランの名前とかになったりします。次の文章は洗濯機の部屋にあるよ。 It's in the laundry room。 It's in the laundry room。 L と R の音全然違いますよね。 L と U っていう音です。次の例文はリリーから返事来た。あ、リリーってすごいいいかもしれないです。リリーってカタカナで言うと舌がこの辺にありません？ Lily だけど、英語で Lily って言おうとすると舌が前歯に近いんですよ。 Lily になってませんか？ Lily。 じゃあ Lily から返事来たって言いたいときは Has Lily replied となります。 Lily からの R なので口をまた縦にして Reply となります。 Alright, so please tell me, Has Lily replied?これめちゃめちゃ言いづらいですね。リリーがもうそもそも言いづらいです。じゃあ今度は今虹を見たのと言ってみましょう。 We just saw a rainbow。 そうです、口を縦にして始めて We just saw a
rainbow。 もう一回 rainbow の時にうーっていう口にします。 We just saw a rainbow。 はい、言えば言うほど上手になっていきます。最後の例文は、ロシアにいる時は図書館で働いてたんだ。 I used to work for a library when I was in Russia。 たくさん口を縦にする時がありましたね。 When I was in Russia。 はい、今日の動画は以上になります。 L と R と W の発音、なるほどと思った方はぜひいいねボタンとコメントも残してくださるととてもありがたいです。 Alright guys, thank you so much for watching. I'll see you in the next video soon. Bye!